人は誰でもそれぞれの生まれ育ったふるさとへの思い出とともに、母への死母の情を心のどこかに大切に抱きしめているのではなかろうか。我が友ヤクルト社主の松園久美が今つれづれなるがままに書き綴っている我が母の木を見ると、この人の温かさが亡き母親への死母の情に凝縮されているような気がする。彼の母は33歳の若さで、12歳を頭とする5人の子供たちとともに教育者であった夫に死別し、時代子育ての風雪を越えてきた。久美は一番の乱暴者で何をしでかすかと絶えず母の胸を痛めさせた。よほどの悪ガキであったのか、時には手の指を切り、滴る血を持って、人間にとって最も大切なことは人の悲しみを我が悲しみとすることだとの手紙を久美宛に書かせるほどであった。この母の素朴で純粋な教えは彼の人生観の原点となったと言っても過言ではないだろう。それはあの限界などの厳しさ、五島列島の美しい大自然にも匹敵する愛であったに違いない。私はこの松園の母への尊敬と死母の情をもとにしてこの作品を書いた。それは私自身の母情にも連なる。川内後半。限界なだを
涙のに